いや、皆さんご機嫌いかがですか。石井はじめの今週のリポートを申し上げたいと思います。参議院の予算委員会がまだ開かれておりませんが、多分今月の末22日頃から連続参議院の国会中継が出てまいりますので、また私が国会の番台の上で高いところに座りまして、内閣総理大臣安倍晋三君とか言うて、議場を整理して、議場を進行しております。案外国会中継を見とられる国民の皆さんが多いのに、全国を回りまして大変びっくりしておりますが、参議院はねじれ国会で最も注目されており、視聴率も高いところですから、ぜひご注目をいただきたい。またご意見があったら頂戴したいというふうに思います。参議院の改選までもう100日を切りまして、7月4日から告示、それから21日が投票日というふうに決まっておるわけでありますが、まあ私はあんまり国会でくくられておりますので全国を回れませんけれども、それでも最近ですね、私が回りましたのは島根、鳥取、埼玉、京都、奈良、福島、香川、茨城、岡山、山口と、この辺をですね、この3月の末から4月半ばまでかけて、回ろうとしておりますが、こういう状態で国会の合間でですね、全国を飛び回っております。まあ民主党はね、今ちょっと人気が悪いもんですからね、私ね、全国回ってね、私は本籍自民党と、現住所は民主党だけどね、もう党派に関係なく石井党でやってくれと、私は生涯現役でね、信念を曲げずに気骨と情熱でね、多少年輪は重ねてもね、その若さいっぱいのね、闘志を燃やして政治に取り組んでますよということを言いましたらね、皆さんも非常に喜んでくれてね、支援の輪が広がっておりますが、前回は30万票全国出たんですけれども、今度はね、大都市の不動票がだいぶね、逃げていったんじゃないかなと思って心配しております。どうか皆さんもですね、周りの方々にですね、比例の選挙は身近な人で候補者がおると思いますが、全国区はね、誰入れていいかわからん人、誰を何党もないんですよ。で、名前書いてもらわないかんですから、2枚目の投票用紙にはね、石井はじめとね、書いていただきたいなと。これはですね、あんまり言いますと事前運動になりますから、ここでは申し上げませんけれどもですね、衆議院の選挙はね、2枚目の投票は政党名を投票するんですが、参議院の場合はそうじゃないんですよ。2枚目の投票用紙は政党名でも有効ですけれども、個人名を書いてもらうと、皆さんには石井はじめと書いていただきたいということをね、あちこちでこう言っておるようなことでございます。これからも元気いっぱいですね、前進しますので、どうぞよろしくご理解とご支援をお願いしまして、今日の私とご報告といたします。どうもありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。またお暇で。